どうも皆さん。ドクター歯科衛生士 A2E のあかるです。DHYouTube で国試対策。本日の内容は予防処置その4ということで予防処置4つ目出ました出しちゃいました。まあ、予防処置はね、やっぱり歯科衛生士、デンタルハイジニスト国家試験にとってもね、非常に重要なも要となってくると思いますので、この予防処置引き続きシリーズ出していきますのでぜひ頑張っていきましょう。そして高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 では今日の内容はですね、はい、歯周病のまあ予防レベルということで、まあこれはちょっとね、おまけ的な感じでお話ししていくんですけれども、歯周病の予防レベルといえば、まあ第1次、第2次、第3次とね、予防は全部でこう3つに細分化細かく分けることができますけれども、まあそれぞれ何がね、第1次予防で、何が第2次予防っていうのを全てね、今思い出すことができるでしょうか これは必ず確認しておいた方がいいです。右食の予防レベルと、まあ、死病の予防レベルとね、具体的な内容は違いますので、まあ、これはしっかり整理しておいた方が良いと思います。で次がですね、機械スケーラーの話です。まあ、超音波スケーラーとエアスケーラー。まあ、この範囲もですね、必ず出てきますよね。もう1問。いや、1問どころではないですよね。132点のうち、必ず3問ぐらいはね、この内容出てくるんじゃないかと思いますので、絶対取りましょう。絶対取り逃しのないようにしましょうね。 そして最後には、はい、お待たせしました。シャープニング。このシャープニングはね、なかなかね、苦手な人が多いんですよ。で、いくら勉強してもね、忘れちゃう。全然頭に入ってこないんだよ。実習でやったことないしっていう人も多いんじゃないでしょうか。ですので、まあ、シャープニングはね、ここで、バッチリ、この a 2 e チャンネルではしっかりコンプリートして、シャープニングもね、絶対2問は出てくるから。これで2点。機械スケーラーで3点で5点ですよ。これで5点。132点のうちの5点って大きくないですか必ず5点ね、一緒に取っていきましょう。では今日も、頑張っていきましょう。 まずこれ第28回の問題ですまだまだ新しい問題ですねはい PMTC の術式で、まあ、行わないのはどれかっていうので、行わないのはどれですかと聞いてます PMTC ってまず何ですか、まあ、これは大丈夫だと思いますプロフェッショナルメカニカル・トゥースクリーニング PMTC ですよね、まあ、アクセルソン博士がですね提唱した言葉ですねさて PMTC で行わないのはどれでしょうか必ずね問題考えてから動画を止めてね問題解いてみてから動画進めていきましょう A の、紙面研磨。B、思考の除去。C、復活物の応用。D、ルートプレーニング。さあ、どうでしょうかというと、これも至って簡単ですよね。PMTC というから、基本はまあ予,防予防中心ですよね。予防を目的とした行為になると思います。 いかにもね、死臭基本治療が必要ですよ。死肉の出血激しいよとか、もう治療的な要素が必要だよっていう人には、PMTC はね、行わないですよね、基本的には。PMTC ってのも予防。基本的にはお口の中が綺麗な人。その状態を維持しようっていう人を対象にね、行う術になりますので、まずこの D の、はい、ルートプレーニング。これはですね、第二次予防の概念に入りますよね。歯周病の予防レベルで言うと、このルートプレーニング、まあ、スケーリング、ルートプレーニングないしは SRP ですけれども、これというのはですね、第二次予防の 概念に入りますよ、ねまあそれすなわちですね全然予防じゃないですよね。第二次予防。まず第一次、第二次、第三次。どういう区切りで分けてるんでしたっけこれを必ず整理しましょう。じゃあそれぞれ整理していきます。まず第一次予防に入るのははい、PMTC とスケーリング。まさしくね、特異的防御に入ってくるものになりますね。あとは 健康増進の概念も含まれますので禁煙、そして健康教育まあこれらがですね、第一次予防に含まれますでまず第一次予防のね、この概念っていうのが健康な状態を維持しようと良い健康の状態そのまま保とう病気にならないようにしよう病気を防ごうという概念が第一次予防ですねじゃ第二次予防はどんな概念ですか第二次予防はと言いますとまあ、残念ながらね、病気にはかかってしまった残念ながらまあ、虫歯だったり歯周病にはなってしまったただその状態をそれ以上悪くならないようにしよう 早い段階で食い止めようっていうのが第2次予防ですよね早い段階で食い止めるそれ以上悪くならないようにしようこれ第2次なんですねえですから刺繍基本治療が入りますそれから定期検診は、まあ、早期発見早期,早期治療ということで 早早期期発見早期治療の概念これは第二次予防です意外とこの定期検診がですねあの第1次予防定期的にく行くため予防するために定期的に行くんだいい状態を確認するため定期的に行くんだみたいな感じでね第1次予防とか勘違いすることが多いんですけど定期検診というのは早期発見早期治療というのはこれ第2次予防の概念なんで定期検診は第2次ですこれは間違いないようにしましょうそれからですね SRP そして歯周外科処置これがですねこれ第3次 かなって思っちゃう人がいると思うんですけどこれはね第2次予防に入るんですねこれ意外とチェックです刺繍外科治療そして SRP というのはですね第2次予防に入りますから第3次ではありませんで最後に第3次予防第3次予防の概念はまあ、いわゆるリハビリテーション失った機能を取り戻そうというのが第3次予防の概念ですねですからまあ、それは刺繍補鉄、まあ、汚植とかの概念でも補鉄資料入ってますよね 失ったものを取り戻すと補おうということで、まあ、刺繍も同じでして刺繍補鉄、まあ、内緒はですね歯の形態修正だったり、まあ、矯正っていうのが、ね、意外と入ってくるんですね、まあ、予防目的として矯正という場合であれば全、ま、く別の概念になるんですけれども意外とこの第3次予防この刺繍のですの、ね、第3次予防にこの矯正とそして歯の形態修正というのが入ってくるというのは、まあ、一応チェックしておいた方がいいかなと思いますでは話は変わりましてここからですね機械スケーラーの話を見ていきたいと思います これ第27回の問題ですね。エアスケーラーの特徴はどれか。まあね、機械スケーラーの話で言いますと、エアスケーラーと超音波スケーラーの、まあ、この2つのですね、まあ、違いと言いますか、それぞれの特徴をですね、整理しておく必要があるんですよね。エアスケーラーと超音波スケーラー、どんな違いがありましたっけ考えられますかね。まあまず選択肢をね、見ていきますと、まず、無、無注水か、まあ注水しない、水出さない状態でやりますか とというこキととキャャビビテテーーシショョンン効効果果があるなんだったっけエアロゾルの発生エアロゾルこれ話題になりましたよねこの COVID-19 期間で医療機関における超音波の使用エアロゾル結構ね出てきましたよエアタービンの圧縮空気を利用するどうでしたかねどうですかこれ ABCD 考えてみてくださいいきますよエアスケーラーの特徴はまずここに乗ってることをですねがっつり覚えておきましょうこれを覚えておけば多分大丈夫だと思います基本的には で、まず、利点というのはこのピンク色で、まあ、青色が欠点。で、緑色は、まあ、覚えとこうっていう特徴で分けていますえ。ピンク色、まず利点からいきます。まあ、安価であると。まあ、何に比べてっていうと、まあ、超音波スケーラーと比べてみると、エアスケーラーはね、比較的安価なんですね。まあ、ハンドスケーラーよりは使い勝手がいいって言うんですけれども、まあ、超音波スケーラーに比べると安価であるということなんですね。で、歯肉塩化ポケットにも当然入れることができます。 超音波だけけがね、死肉化ポケットに使えるわけじゃないんですよ。しっかりとエアスケーラーも歯肉炎化ポケットに挿入して OK ですでイリゲーション効果これですね意外と知らない人がいたりするんですけどイリゲーションっていうのは要はですねこれ洗浄水流の力ということを使いますイメージをするとねこういうふうにポケットが、まあ、ありますよね歯があってポケット歯周ポケットがこうありますでこの中にまあ水で勢い水の勢いでねジャーッとこう洗浄するようなイメージですで超音波もエアスケーラーも同じなんですけど結構水をね注水出しますよね 注水しない状態で使うってまずありえないじゃないですかああいうものを全部使うときは注水しないと摩擦熱がすごい起きてしまうので歯がアチッとなりますんで必ずね注水下で行いますでその注水水がパーッて出ることによって内側のねポケット内のまあ洗浄いわゆるイリゲーション効果というのを得られるというのがあるんですこれはですねエアスケーラーの特徴だけじゃなくて超音波スケーラーの特徴でもあるので必ずこのイリゲーション効果を覚えておきましょうそして欠点とすると歯石、まあの除去効率がですね若干まあ劣るかなと 皆さんエアスケーラーと超音波スケーラー両方ね比較して使ったことはありますかね、まあ、あんまり実習とかでね意識してなかったらうーんって感じになっちゃうんですけどエアスケーラーって結構ぶっとかったりするんですよね超音波スケーラーよりやっぱり威力が弱いんですよですからエアスケーラーは結構ね歯石の除去効率は落ちますまあンドよりかは当然威力はあるんですけれども超音波に比べちゃうとやっぱり威力が落ちるよと歯石、まあの除去率も落ちるよということです であとはですね、バイオフィルムの破壊っていうのはできないっていう風に言われているんですね。あんだけちょっと勢いよくね、水もチューって出てるから、なんかバイオフィルムもしっかり破壊できそうと思うんですけど、バイオフィルムの破壊はですね、できないという風になっています。それから、まあ、エアロゾルについては出ます。エアロゾルっていうのはやっぱ水がね、シャーってこう噴霧する。木状にシャーってやっぱ出ますんで、注水下で行うけれども、ちょっと振動も加えながら注水が出てますので、水の霧がね、あちこちにやっぱ見えない中で結構飛散、飛んでるんですよね。まあ、それすなわちエアロゾルです。 の航空内のものもがバイオフィルムなんかこう破壊はしないんですけどなんか歯石とか剥がしてる間にバーっとあちこちにね菌がこう空気状に浮遊するいわゆるこれエアロゾルです、まあ、感染のリスクがね非常に高いので結構危険だというふうになってますでさっきですねなぜこのエアロゾルがこの COVID-19 かで結構話題になりましたよねっていうと水を使う機械を使って水がパーってなると医療従事者すごく飛沫を浴びるんですよねののの感染の一番の 経路としては飛沫感染ですから、まあ、患者さんの唾液とか患者さんの口腔内に入っている何か患者さんが持っている液体がです、ね、こう霧状になってあちこちにエアロゾルとして飛んでしまうとすごく感染リスクがかかるとかその患者さん自身が COVID−19 だとあっという間にその飛沫を浴びてうつる可能性があるよねということでやっぱりエアロゾル飛沫を出さないようにするために機械スケーラーなんかは使わないようにしようと。 ですからこの COVID-19 の、まあ、去年の4月とかですね、去年の4月とか5月とかのあたりについては結構多くの歯科医院でも機械スケーラーでの,このスケーリング、歯石除去は行わないと。もうハンドのみでね、スケーリングを行ってましたっていう歯科医院結構ありました。この緑色のですね、覚えておいた方がいいですよっていうところの内容で、まあ、エアタービン用のですね、圧縮空気。 を使っていますよと、まあ、これはね、もう暗記するしかないです。もうイメージも何もなく、まあ、圧縮の空気で、ね、バーって動いてるんだよということ。それから、まあ、振動数について、これも暗記なんですけどね、4000から8 0 0 0ツですよと。これだけ見ちゃうと結構すごいんですけど、まあ、後で出てくる超音波のこの振動数は比にならないですよね。超音波ってもう満単位なんで。エアスケーラーは1000単位です。超音波スケーラーは満単位。それでエアスケーラーは4000から8000。 これはね、もう回暗記しましょう。4000、8000。まあ、切りがいいんでね、覚えやすいんじゃないかなと思います。ではでは、問題に戻ります。じゃあ、特徴、今、わーっと見たところでどうでしょうか。はい、これ答えはですね、D ですね。エアタービンの圧縮空気を利用する。このままもう暗記するだけの内容でしたね。で、A の、注水しないっていうのはありえないです。必ず注水下で行います。と、キャビテーション効果。これはですね、エアスケーラーの特徴ではないですよね。キャビテーション効果は超音波スケーラーの特徴です。後で出てきます。 エアロゾルの発生を抑制する。いやいや、やっぱりエアロゾルはね、出ちゃ、出ちゃいます。これはエアスケーラーも超音波スケーラーも同じ。どちらもエアロゾルが出ちゃうので、できれば飛沫をこう抑えたい時には、機械のスケーラーはですね、使わない方がいいよということがあります。じゃ次、超音波スケーラーのところいきますね、えー。超音波スケーラーで正しいのはどれかというと、まあそれぞれですね、選択肢。用途別のチップがある。まあ先,先端ですよね。先端。用途別にそれぞれあるよ。エアロゾルの発生を抑制する。さっきも見たな、これ。 塩分摂取制限患者に使用できる、これはさあって,なて感じですねあとペースメーカー装着車に使用できるさあどうでしょうか考えてから次に進みましょうねはいいきます、まあ、超音波スケーラーの特徴もさっきのエアスケーラーと同様にですね、まあ、ここに載ってるものを覚えてしまえば大丈夫だと思いますあちこちいろいろ書物にはいろいろ書いてると思うんですけれども,もうこれだけ覚えれば 多分十分戦えると思うんでエアスケーラーとともにですね比較しながら必ずこれを覚えましょう超音波スケーラーの特徴まず、まあ、ピンク色が利点で利点じゃないものもちょっとピンクになっちゃいましたさっきとちょっと変わっちゃいましたすいません <laughs> いきますまず SRP で、まあ、利用することができるとスケーリングルートプレーニングとしても超音波スケーラー使用することは可能です、まあ、つまりポケット内にしっかりと入れてですねコンメへのアプローチこの超音波スケーラーで十分にできますあのメンだけはね超音波スケーラー機械使っちゃいけないんだよとか ハンドでやらないと絶対ダメみたいな概念は全くありませんので、しっかりと超音波スケーラーかけてやって大丈夫です。あと、ま、キャビテーション効果ですね。超音波スケーラーはね、さっきのエアスケーラーが、まあ、振動数4000から8000に対してですね、飛ばしちゃうんですけど、超音波スケーラーは1万8000から5万って、もう桁がね、万単位で桁が違うんですよ、エアスケーラーとは。だからこんだけ振動してるんですね。全く見えない、もう目に見えない、人間では感じられないくらいの、ものすごい振動数なんです、超音波。 その振動で起こしてるので、キャビテーションっていうのはちょっとね、こうバブル、泡をね、発生させるような効果なんですね。水の中で、まあ水を通してね、中水化でやりますので、その水を通して歯にこう、バイオフィルムに向かって攻撃して、で、バイオフィルムにね、こう泡としてパーンってこう、あ、飛ばしちゃった。アクシデント、ペン飛ばしちゃいました。気を取り直して。あ、キャビテーション効果でね。 えー、このバイオフィルムに向かってバーッと泡がバブルが飛んで、で、そこでバーッと弾けるみたいな感じ。このイメージがね、キャビテーション効果なんです。つまり泡の効果。 液体のこの水中の中で泡がこうぷくぷくぷくって出るようなイメージがキャビテーション効果なんですね。だこれを使ってね、バイオフィルムを破壊することができるんですよ。エアスケーラーはね、バイオフィルムを破壊できなかったんですけど、超音波の場合だとキャビテーション効果を生かしてバイオフィルムをですね、破壊することができるということを必ず押さえておきましょう。そして、まあ、注水ですから、やっぱりイリゲーション効果はエアスケーラー同様に得ることができます。あと、デブライトメント。 でブライドメントなんですかこれデブライドメント,メントなんかあんまりね聞いたことないっていう人,人もいるかもしれないんですけどまあデブライドメントと言いますと、えっとね根面を活作にするいわゆるま SRP スケーリングルートプレーニングとちょっとね似たような概念なんですね SRP とこのデブライドメントよく似てますスケーリングルートプレーニングはどちらかというとも根面を活作にすることが まあ一番の目的というか唯一の目的というかねそういう感じなんですけれどもデブライトメントについては根ン、まあ、についてるですね全ての不良物デブリスっていうのが OHI のですねカリキュラスインデックスとデブリスインデックスとありますよねあの OHI は CI プラス DI で OHI のスコアが出るんだよということをお話ししました DI というデブリスというのはですねいわゆる不良物のことなんですねこの不良物いわゆるゴミみたいなイメージですゴミデブリスですからあのプラークとかね えしコンメにくっついてるプラークだったりとかバイオフィルム、まあ、いかなるもの何かくっついてるもの全てまあゴミみたいなもんですからそれを取り除くっていうのがですねデブライトメントの概念なんですねもちろんコンメンをカッタクにするって意味もですね若干あるんですけど、まあ、ディープラーキングとまではいかないけどもうちょっと強いね歯石を取るとかあとコンメンをカッタクにするえついてる付着物全部取るっていうのがですねデブライトメントなんでぜひそのイメージしておきましょうデブライトメントっていうのはハンドスケーリングでもできますしただこの超音波スケーラーでも できるよということです。で、あとは、やっぱり振動がかなりすごいので、あっという間にね、歯石なんかもパーンと弾けるように取れていきますから、ね、強固に付着してる、強固に沈着してる歯石についても、こうパーンと、ね、弾けるように取ることができるので、まあ患者さんにとっても、術者にとっても、まあ負担の軽減につながりますよね。で、患者さんにとってはね、やっぱり結構きついんですよね。まあこれはネガティブ要素の中に入ってないんですけど、 イメージとしては知っておかないといけなくて、まあ、水がねすごい勢いで出るのと、結構キーンっていうね音が嫌いとかっていう患者さんも多いです。ですからそんだけね激しいことを口の中でされているので、患者さんとしては結構負担が大きいので、短時間で終わらせてあげないといけないよねっていう欠点みたいなところもあります。ただ早く終わらせることができるので、まあある意味負担軽減でもあると、両方あるよっていうことなんですね。あとはまあ歯を傷つけないってことがあります。 軽いソフトのタッチでね的確に使ってあげればそんなに力入れる必要もないしなんか速歩圧かけてね歯をこうガリガリとかやる必要も全くありませんので、まあ、歯を傷つけないっていうふうになってます。 でハンドと超音波スケーラーだったらどっちの方が紙面を傷つけにくいですかと言いますと、まあ、超音波スケーラーの方がですね歯を傷つけにくいんだよというのが、まあ、一般的な概念です。であとは、まあ、エアスケーラーはバイオフィルムを破壊できなかったけれども超音波スケーラーはものすごい振動数です。もう満単位での振動数でこのキャビテーションバブルの効果を使いますからバイオフィルムの破壊をすることができます。エアスケーラーはできません。 欠点としては、まあ、さっきも言ったように患者さんにとっては結構負担が大きいかもしれないということと、あとはですね、まあ、これも使い方、歯を傷つけないとはなっているんですけれども、やっぱりやりすぎちゃったりすると、まあ、オーバーインストルメンテーション。要はやりすぎです。かけすぎ。超音波かけすぎ。紙面に当てすぎ。みたいなのがね、オーバーインストルメンテーション。だから、インストルメンテーションで器具ってことだから、オーバー使いすぎってことです。 かきすぎです。力かけすぎ。当てすぎみたいなのが、オーバーインストルメンテーションなんで、これもね、適切な使い方をしてあげないと、オーバーインストルメンテーションになっちゃうよっていうことです。あとは、やっぱりエアスケーラーと同じで、エアロゾルの可能性があるので、飛沫を抑えたいときには、極力使わない方がいいですよねと。COVID-19 がものすごいことになっているときには、やっぱり、使用はね、控えた方がいいかなというのがですね、CDC のガイドラインでも上がっていました。であと最後の、ペースメーカーの患者には使用しないと。 あります最近では超音波スケーラーもいろいろな形がね出てますからえペースメーカー患者さんにもまあ、使えるっていうものもあったりするんですね、えー、ただ基本的には何かあるといけないから基本的には控えましょうというのがやっぱり教科書上には書いてありますので、まあ、ペースメーカーの患者さんには使わないという概念でいいと思いますでは問題を見てみましょうどうでしょうか正しいのは2つ選べというのではい これは、まず A、用途別のチップがある。そうなんですね。まあ皆さんいろんな種類見たことないかもしれないんですけどね。まあ実習先では見たことあるかなと思います。いろんな種類があるんですよ、本当に。それは吸脂不とか全脂不用とか、チップの先端それぞれありまして、で、そのチップの先端がね、なかなかお高いんですよね、これがね。<laughs> 壊しちゃうと大変だみたいな感じでね。1本本当に高いし、で、1個1個ちゃんと滅菌しないといけないですから、すっごい揃えるの大変だろうなと。 思いますけれども、それだけね、あの先端もいろんな、いろんなところにこうアプローチできるように、いろんな形のチップが存在しています。あとは、まあ、エアロゾルの発生抑制は、まあ無理ですよね。エアロゾルは出ます。エアスケーラーも超音波スケーラーもエア、エアロゾルは出ちゃうんです。で、C の塩分摂取制限患者に使用できる。当然です。別に塩出してませんから。あの超音波の水、注水にね、注水下でやるっていう水がね、塩含んでたらダメなんですけど、全然ナトリウムも何も含んでないから、普通の水でね、注水してやるっていうのが基本ですから、 はい。これ誰にでも使えます。で、この塩分摂取制限患者に使用できないのは、まあ、エアフローのことですよね。まあ、面清掃機これはね、必ずどこかで見たことあると思います。ぜひ、ちょっと今回は話は触れないので、ぜひご自身でね、参考書とか教科書で、ないしはググってもらってもいいと思います。エアフロー、紙面清掃機死化みたいな感じで調べてもらうと、必ず出てくると思うので、まあ、それはね、あの、ナトリウム、 パウダーを使うんですけど、そのパウダーにね、NA、ナトリウムが入ってますので、まあ、塩分をね、摂取制限されている患者さんについては、まあ、使用しないようにねっていうことがあります。これは禁忌です。エアフローは、これ使えません、この患者さんには。で、最後 D のですね、ペースメーカー装着者に使用できると。で、これももう曖昧なんですけど、使用できるものも最近はあるかもしれないんですけど、基本は使わない。控えよう、避けようというのが。 書いてありますので、まあ、ペースメーカーの患者さんに積極的にね、超音波スケーラーを使うことはないです。じゃあ次、話変わりました。出ました。シャープニングの話です。いきますよ、シャープニング。今回の本題とも言えるシャープニングです。まず、ウォーミングアップで。シャープニングの目的どれでしょうか二つ選んでみましょう。シャープニングって何のためにするんでしょうかはい。人部の形態を変える患者の不快感を軽減するスケーラーの摩耗を防ぐ鋭利なカッティングエッジを作る カッティングエッジ。わかりますよねこれね。カッティングエッジ。まあ、エッジって言うと刃ですよね。まあ、カッティングエッジっていうのは、まあ、操作部位のことですよね。えっ、ー、と、例えば、ユニバーサルタイプキュレットの場合のカッティングエッジはどこかって言いますと、まあ、ユニバーサルタイプキュレットはユニバーサル。どこにでも使える。ユニバーサルデザインとかと同じような言葉でね。もう誰でも万人に使えますよってユニバーサルです。だからそのキュレットですから、どこにでも使えるキュレット。まあ、両刃ですよね。まあ、両方にカッティングエッジがある。ね。こ,こ、ここの部分ですね。カッティングエッジっていうのは。はい。 シャープっていうのは鋭いって意味ですよね。シャープニングっていうのは、もう鋭くする。シャープンの ING 系。英語の話になって申し訳ないんですけど、シャープンのですね、ING 系。もう、尖らせるっていうことなんですよ。尖らせることっていうね、同名詞みたいな。ですから、まあ、鋭利なカッティングエッジを作る。さあ、どうその上で考えてもらうと。はい。これはですね、簡単ですね。B の患者の不快感を軽減する。 と鋭利なカッティングエッジを作るっていうことが答えななんです、まあ、なぜ患者の不快感を軽減できるかというと、まあ、鋭利なカッティングエッジを作ってあげると短時間で操作が可能になりますよね短時間でその処置をね終わらせることができますよね。歯石状況 SRP スケーリングルートプレーニングするにしてもカッティングエッジはすっごいダル,ダル状態ダルっていうのは眠ってる状態ダルのダルですよダル。 ダルスケーラーとかって言いますけれども、ダルっていうのは十分にね、カッティングエッジがもう尖ってない状態。だから、包丁とかもそうでしょ。全然刃が溶けてないと、のお刺身とかすごい薄い状態に切れないですよね。きれいにこうスライスできないじゃないですか。で、その時に何するかってうと、研ぐんですよね。だから研ぐってことなんですよね、シャープニングっていうのは。エッジをちゃんときれいにね、シャープに尖らせてあげることによって、最高のもう切れのいい刃になりまして、歯石がですね、もうパチーンって取れるようになるんですね。逃すことなく取れると。 ダルスケーラーだと、やっぱりもう滑っちゃってね、全然引っかかってこないんで、指摘取れません。取りづらくなります。だからよくシャープニングし上げることが、まあ、大事なんですけれども、鋭利なカッティングエッジにしてあげると、まあ、患者さんの、ね、処置が短くなるので、まあ、患者さん自身の不快感を軽減することができると、まあ、負担を、ね、軽減してあげることができるんだよということです。で、それは患者さんも、術者も、まあ、お互い様ですよね。で、A の人部の形態を変える。これはね、絶対にダメです。 人部ののを変変えててしまうっていうっいは大変なことですつまりこれが正しい形なのにシャープニングすることによってなんかもうこんな形にしちゃったみたいなねここすごいシャープニングで削っちゃったみたいなことしちゃうとあそれやりすぎ最低みたいな携帯修正絶対ダメだよって形はね変えちゃいけないんです ダルになってしまったエッジの部分を鋭くすることが目的であって、決してね、形を変えることが目的じゃないんですよ。あと、スケーラーの摩耗を防ぐっていうのは、まあ、ありえないですね。そういうことは全、ね、然、シャープニングしたから摩耗がなくなりました、みたいなことは、まあ、起こり得ないですね。じゃあ次ですね、これ第29回、出立てほやほやの最新の問題ですね、えー。グレーシータイプキュレット、シャープニングで正しいのはどれか、さあどうでしょうか。一回ね、選択肢見てみて、自分で考えてみましょう。は 2センチ上下に動かす。ま、あこういう動きですよね。まるでね、ちょっとギターを弾くような動きになりますけれども、こうやって。<laughs> こういう動きですね。2センチ。どのくらいの大きさを動かすんだどうでしたっけこれ暗記しないといけないやつですね。あと、ジンプの内面。ジンプの内面ってどこジンプの内面を床面と垂直にする。内面ってどこのことでしょうかえー、問いを避ける動作で、シャープニングを終える。ま、あこうなってる。シャッ、シャッ。私この右手にね、右手にスケーラーを持ってて、左手に砥石を持ってたとしたら、シャ シャシャシャでで終えるってことですね下げて終える上げて終えるっていうのゃ。シャ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  <laughs> はいどっちが正しいでしょうか上か下かですけど、えー、人部内面と砥石のなす角度は70度に設定する待て待て人部の内面って一体どこだというのね分かりますかね見ていきたいと思いますまずここにですね両刃のキュレットがありますでそこに砥石をですね持ってきました大体、まあ、いい皆さん右利きが多いですから左手に 大体こう、パームグリップ、グル持ちでですね、スケーラーを持って、で、右手で、まあ、砥石をね、こうやって持ちます。大体こう、こんな感じで、砥石を持ちます。で、砥石を右手で持って、こう近づいている瞬間が、今このイラストの状況です。フェイス、さっきの内面っていうのは、ここのことを言うんですね。はい。人部の内面っていうのは、フェイスという言い方もしまして、この上の部分のことを言うんですね。だから、これをですね、本当に真上から見た時の、要は、 ス,スケーラーの面っていうのは、まあ、ここにエッジが上から見るとね、上面から見ると、ここに両、両輪だったら、両方エッジがついてて、で、この面のことをですね、内面っていうんですね、これ、真上から見た時に、スケーラーこう持ってこれをですね、この真上から見た時の様子が、今、ここでして、この面のことを、人部の内面、まあ、フェイスと呼ぶわけですね。まずここから。で、この人部の内面、フェイスと、この砥石のなす角度は、 一体何度なんだっていうことなんですよ。で、大体砥石をね、こう持ってくるときに、スケーラー左手に持ってて、右手にこう砥石近づけてくると、最初はですね、砥石を、まあ、スケーラーとここの角度ですね、だいたい90度ぐらいにこうくっつけてね、持つようなイメージになるんですよ。で、それを、ちょっと砥石をですね、傾けるんですね、こっちにね。砥石を傾けてる。まあ、10度から20度傾けるんですね、こちら側に。10度から20度をこうやって倒したことによって、 このフェイスと砥石の角度、この青い部分、これがですね、はい、だいたい100度から110度になるんだと。これが適切なね、角度、適切な操作角度なんです。まあ、この角度にした上で上下運動をしてあげないといけないんですね。で、それすなわち、この角度ですよね。カッティングエッジのこの部分のこの角度は、まあ、すなわち70度から80度という角度。まあ、70度から80度に死体がゆえに、砥石を10度から20度傾けて、そしてこのフェイスと、 砥石のなす角度ですね、100から110度に設定するんですよということが、まず、シャープニングのすべて基本です。じゃあ、シャープニングの基本をね、べて文字でつらつら書き並べたのがこちらでして、これはね、全部覚えないといけないんですね。まあ、覚えるもん何も意味が分かってしまえばね、すぐに頭にスッと入ってくると思いますので、ぜひ嫌がらずにね、見ていきましょう。っていうと、まず、フェイスを床と平行にする。フェイスを床と平行にする。 フェイスを床と平行にするわけだ。必ず。それはどういうことかというと、これですね。このフェイスの部分、床がまあこうあったら、このフェイスを必ず床とね、平行にした状態を作るんですよ。フェイスを床にする、床と平行ですよ。決してですね、この第一シャンク、一本目の首第一シャンクですよね。第一シャンクがどうのこうのじゃなくて、必ず、スケーラーのこの内面、人部内面、フェイスが 床と平行になるようにした上で、砥石を10度傾けてっていうセッティングが始まるんですよ。ですから、すべての始まりは必ずこのフェイスを床と平行にすることから始まります。必ずこれね。必ずこれです。で、次に砥石を人部の側面に対して10から20度傾ける。こう近づけていって傾けていくわけですね。10から20度傾けるんですよ。 で、そう、傾けることによって、人物と砥石の角度、まあ、フェイスとね、砥石の角度は、100から110度になるんですよね。私の左手が、ゲーラーのこのフェイスだとします。内面だとします。で、そこに砥石をこう近づけていって、10度から20度傾ける。そうするとね、見てください。最初は90度ですよね。90度が、10度から20度傾けてあげると、見てください。100から110度の角度に見えませんかこの状態です。これで、こう、 上下運動をするというのがシャープニングなんですね。で、どこからやるかというと、ジ人ブのですね、ヒールからトゥーに向かって解くんですよ。ヒールっていうのはね、女性であれば、まあ、必ずヒール履いたことあると思うんですけど、ヒール、かかとの高い靴。つまりヒールっていうのはね、かかとという意味ですよね。かかとから、まあ、後ろの方からですね、トゥーっていうのはつま先なんで、後ろ、かかとからつま先に向かって研いでいくということです。もう一回いきます。大体こう前から見た時にフェイスがこう前にあってね、えー、こちらにカッティングエッジがあって、これが後ろだとすると、 後ろから、もう、この、後ろからですね、前に向かってこう進んでいくんだよと。いいですかヒールから、トゥーに向かって、上下運動して進んでいくということです。ヒールからトゥーに向かって飛ぶんだということ。そして、飛びはね、下げる動作で終えるんですよ。下げる動作で終える。だから必ずね、シャ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 。下がって終えないと。シャ、シャ、シャ、シャ。どっか行っちゃうね。<laughs> ちなみに、これね、はい。スラッジを、スラッジが出たら終える。 スラッチ下げて終わるっていうのはちょっと、えっ、ー、と、いまいちなんですけど、スラッジ。まあ、スラッチがね、こう上にこうパーンってやると、スラッジっていうのは、要は金属の削りカスみたいな、鉛筆みたいなね、鉛筆のカスみたいなのが出てくるんですよ、削ると。金属を削ってるわけですから、研いでるわけですからね。そうすると、その金属の削りカスでスラッジをですね、上にこうパーンとかやると大変なんです。スラッジが出てきたら、一回やめるぐらいがちょうどよくて、必ずこう下に下げて終えるんだと。スラッジ飛び散っちゃうからね、上にやったら。 で、次に2センチ程度の上下運動だと。いいですか ?2 センチ程度です。10センチとかこんな大体にバーっとか動かすんじゃなくて、ほんと2センチ。ほんとちょっと。キッキッキッキみたいな。ちょっとでいいんですよ。で、あとはスケーラーないしは砥石の角度を固定してやると。まあ、どっちを固定してもいいんですね。スケーラーを固定して絶対砥石を動かさないといけないっていうルールはないんです。シャープニングが終わったなとなったら、テスト棒のテストスティック使ったことあると思います。テストスティックの抵抗性でね、切れ味を確認するんですね。 まあ、テストスティックをガリガリこう削ってね、テストスティックが削れたら OK じゃなくて、テストスティックに刃がね、食い込む程度であれば OK なんです。まあそれすなわちですね、抵抗性で切れ味を確認すると。まあ、食い込んでるかなっていうことだけを見てます。決してあのテストスティックがうまくこう削れたとかテ、テストスティックの一部をこう、破、ま、損、あ、できたら OK とか、そういうわけじゃないんです。本当食い込めばね、OK なんですね。 で、あとはですね、シャープニング、当然施術中、スケーリング中にもすることはできまして、ただその際にはですね、当然滅菌した砥石でシャープニングをしなくてはなりません。まあ、なぜかわかりますよね。患者さんの口腔内で使ってたスケーラーを患者さんの、あ、ちょっとダルになってきた、鈍くなっていったからシャープニングしようって言って、その辺の引き出しから持ってきた砥石でシャープニングして、そのまままたそれを患者さんの口の中に入れたら、不潔ですよね。 患者さんの口の中に入れるものは必ず滅菌レベルのものでなくてはなりません。ですから、滅菌、滅菌で滅菌のものでやらなくては汚いです。ということで、まあ、施術中はね、えー、滅菌した砥石を使用してシャープニングする必要があるんでと。では、さっきの問題に戻ります。グレーシータイプキュレット、シャープニングで正しいのはどれでしょうか はい。答えはこれ A と C ですね。砥石を2センチほど上下に動かす。その通りです。2センチ、2センチ、2センチ。でえ、下げる動作で終わる。シャ、シャ、シャ。最後、シャで。シャ、シャ、シャ。どっか行っちゃいますから、絶対下げて終わらせてください。B のですね、人部の内面を床面と垂直にすると言った場合、どうなっちゃうかというと、こういう状況ですよね。通常はこうしてあげたい。人部の内面、フェイスを、 床と平行にするってこういうことなのに垂直にしようとするとこういう角度になりますこのフェイスを床面と垂直にする <laughs> すごいねこの状態で何もシャープリングできないですねで D の人部内面と砥石のなす角度は70度ではなく100から110度に設定するんだということを必ずね答えられるようにしましょう簡単ですよねこうやって見ていけばではもう一問練習問題ですねグレーシータイプキュレット13番 13番ですシャープニングを、まあ、主要のアーカンサスストーンアーカンサスストーンはね後で砥石まとめていくんですけど、まあ、仕上げ用の砥石ですよねアーカンサスストーン正しい操作はどれですかと言いましてはいどうでしょうかまずグレーシータイプキルトの13番ってどんな形ですかね全支部用ですか9支部用ですか、まあ、まず13番14番1 1 1 2 1 3 1 4とありまして、まあ、それらは全て9支部用ですよね で、11、12が近親用で、13、14が遠親用でしたね。ってことで、13番は遠親用なんですね。で、13という奇数なんで、これは右利きですか左利きですかはい、これはですね、左利きですえ。もしこのグレシータイプキュレットの番号がね、あれなんだっけこれ左利き、右利きって何のことっていう場合は、あの a 2 e チャンネルではね、左利き、右利きっていう表現をしています。え、ぜひ、えー、このグレシータイプキュレットの番号と、 ね、そして使う部位についてですねあのまとめてるものが予防処置一ですね予防処置一でまとめてますのでそちらぜひ見てみてくださいいきますグレーシータイプキュレート13番、まあ、まずグレーシータイプキュレート13番っていうのがねどんなのかっていうのを見ていきますと、まあ、こんなんですよね左利きだと私たちの方に向かせた時、まあ、右にね右についてるように見えます左利きです左利きで、まあ、こっちにエ置ジがついてますよね左についてますよねで1314っていう遠心用のスケーラーについては エッジがついてる方とね、同じ方にこのアッパーシャンクが曲がるんですよっていうことでしたね。ってことなんでこうなってます。これをシャープニングするとき、さあどうしましょうかっていうと、この状態じゃできないですよね。まず何するんですかまず、フェイスを床と平行にしてやる。ってことはですね、いきますよ。床に平行にします。さっと。こういうことですよね。もう一回いきますね。床、今床に対して全然平行じゃないので、はい。これを床に平行にします。 そうすると、アッパーシャンクもローワーシャンクも、まあ、いずれもですね、ちょっと角度は何とも言えないですよね。床に対して垂直でもなく、何とも言えないです。もともとこの見方だと、床に対してね、垂直の状態でした。第一シャンクが、まあ、立ってる状態です。ただ、これをちゃんとフェイスをね、床と平行にしないといけないので、はい、こういう感じに動きます。で、この後どうするか。はい、砥石を持ってきます。トトトと砥石を持ってきてね。 まあ大体右利きの人が多いですから、左利きでこう持ってね、自分の方に向けるんです、大体。自分の方にね、こう、歯の先端をね、向けながら操作するのが基本ですからね。向いてる状態です。左手で自分で持ってるように思ってください。左手でスケーラーを持って、右手で砥石を持って、近づいてきます。で、ここから、はい、砥石を傾けます。砥石を10度から20度に傾けます。そうすると、このフェイスと砥石の角度は100から110度になるんですよね。そうすると、 このエッジの角度自体がですね、70度から80度のエッジを仕上げることが、シャープニングすることができるということです。じゃあ問題に戻りますね。13番、シャープニング。さあどうでしょうか解いてみましょう。ちょっとこれはですね、まず、まあ、先端は12時の方向に向ける。12時というと、まあ自分から見て12時というと、要は正面のことです。先端、歯の先端をね、向こう側に向けちゃうんですよ。私はさっき、歯の面は自分の方に向けた状態でシャープニングするのが基本だというふうに伝えました。 つまり、12時に向けているどういう状況かというと、歯の先端向こうに向けちゃうと、まあ、こういう状態になるんですね。あれ、向こう向いちゃったみたいなね、感じになるので、歯の先端はね、こっちに向けた状態でシャープニングしたいと思います。今度ですね、B。フェイスは床面と垂直にする。これもさっきと同じですね。これ13番のキュレット、ここにありますけれども、このフェイスを床面と垂直にしようとすると、まあ、こんな状況になりますね。これ全くシャープニングできないですよね。これで一体どうやってシャープニングしろって言うんだって話です。 なので B も違う。で C、ヒールから2方向に、えー、研ぐ。ヒールから2、後ろから、かかとから、つま先。あ、良さそう。砥石を下げる動作で終了する。ということで答えはですね、これは C と D が答えということになります。こうやって考えると簡単ですよね。いけると思いますよ。自信持って。じゃあ次は第25回の問題です。シャープニングに用いる潤滑剤の目的はどれかと。 まあ、シャープニングするときには、油使ったり水を使ったりします。その目的って何だっていうことなんですけど、これは、はい、一回考えてみてください。どうでしょうかいきます。これはもう答えをね、このまま覚えてもらえばいいと思います。まあ、問いの目詰まりを防止すると。いうことと、まあ、研磨時の発熱によって、まあ、人部の損傷を防止すると。そうですよね。まあ、油とか水とかあればですね、発熱十分に防ぐことができますよね。っていう、これはま、潤滑。まあ、潤滑。潤ってね、こう、スーッとね、うまいこといくようにっていうような。 ものを潤滑剤水とか油とかか油使うんですねで決して B とか C とかのカッティングエッジを活索にするとか、えー、研磨後の触覚による確認を容易にするとか、まあ、そういった目的はありません、まあ、この A と D ということを覚えてしまえばねいいと思いますシャープニングの話で絶対押さえないといけないところがありましてそれはですね砥石の種類です一体このそれぞれの砥石がですね携帯修正用なのか仕上げ用なのかはたまた水が必要なのか潤滑剤としてね 水を使うのか油を使うのか、まあ、これらをです、ね、整理しておかなくてはなりません覚えておきたい砥石の種類がですねインディアナアーカンサスセラミック、まあ、この3つを必ず、まあ、このテーブルでね覚えてもらいたいと思いますそうすると、まあ、インディアナはね種類としては人工なんですね、まあ、それで油を使う潤滑剤としてはね油が必要なものと、まあ、いらないもしくは水が必要なものとあるんですけれどもインディアナは油必要だとインディアナっていうと名前的に激しそうな感じがしないですか ちょっと激しそうじゃないですか、インディアナ。私の勝手なイメージですけど。ってことなんで、やっぱり携帯修正用かなと。まあ、携帯修正用というと、まあ、石としてはですね、だいぶ粗い、ザラザラしたような石ですよね。まあ当然こう、粗くね、たくさん削れるようになってますので、石の表面がかなりザラザラ粗くなっています。まあそれが携帯修正用でインディアナの特徴です。で、アーカンサスセラミックとありまして、アーカンサスは天然の石なんですね。で、油を使うんですが、これは仕上げ用です。まあつまり、石の表面はかなり、 細かい表面になっています。で、セラミック。セラミックは人工なんですけど、これがですね、まあ、潤滑剤が不要だったり、まあ、もしくは水でいいよというのがあるんですね。で、これも仕上げ用なんですよ。えつまりですね、この3つの中で施術中に一番使える石、まあ、使うであろうストーンはどれでしょうかという話なんですけど、どれだと思いますかまあ、それはですね、当然ながらこのセラミックが、まあ、一番いつでも使いやすい。まあ、なぜなら、まあ、例えばですよ、 スケーリングルートプレーニングを患者さんの口の中で実施しているとしますで。その時に、あ、なんかエッジがちょっとダルっぽいな、ダルになったな、あー、ちょっとシャープニングが必要だなと思ってシャープニングしようとします。ただその時にですね、油、潤滑剤で油を使わないといけないストーンを使ってしまうと、油のものをね、患者さんの口の中に入れるのって結構難しいですよね、想像するにね。まあ、洗えば、洗うわけにもいかないしね。えー、ということなんで、やっぱり、 油とか潤滑剤必要ない、まあ。ないしは水でもいけるっていうセラミックが、まあ、一番使い勝手がいい。使うのが適切であろうという意思です。で、そもそもですね、施術中に携帯修正が必要なんてことは、はっきり言ってありえないですね。最初から選ぶときに、間違えてるよ、それって。携帯修正っていうのは、日頃からやるものじゃないんですよ。日頃、あ今日これ使った。で、滅菌して、ちょっとシャープニングしとこう。明日も使うからちょっとシャープニングしとこうっていうね、日頃のケアとして使うのは、この仕上げ用のストーンなんですよ。 携帯修正っていうのは特別なんかもう時間が経ちすぎちゃって全然シャープニングしてなくて形変わっちゃったねとかああもう使いすぎて長年使いすぎて歯がほとんどないから形変わっちゃったねっていう時にああしょうがないから携帯修正元に戻さなきゃって言ってたくさん削らないといけない時に使うのがインディアな携帯修正なんですねいつも携帯修正でガリ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 やっちゃうとはっきり言ってスケーラーも消耗品ですから金属どん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 削ってるわけですよねシャープニングで で歯はねどんどんなくなっちゃうんですよで歯がなくなっちゃうとそのうちスケーラー使えなくなりますから消耗なるべくしないようにしたいですよねコスト的にもでは最後ですね今までのところ復習ということでこちらの問題解いてみましょうシャープニング操作で正しいのはどれかさあどうでしょうかというとはいこれ答えはですね A と B ですね接続中は滅菌した砥石を使用するはいえ人物側面と砥石の角度は一定にするその通りです一定にしないと 定めたい角度がね、作りたい角度が作れませんから、必ず一定に保って操作をする。アーカンサスストーンでは、潤滑剤は不要である。いやいや、潤滑剤が不要。水でもいけるよ。いつでもいけるよ。っていうのは、セラミックストーンでしたね。えー、人部のトゥーからヒールに向かって研ぐ。いやいや、かかとから来ます。ヒールからトゥーに向かって、まっすぐ研ぐんだよ。ということです。以上が予防処置、その4の内容でした。まあ、シャープニングのところ。 結構大事なところなんで、ぜひ、まあ、これでね、点数取れる、シャープニング解けるようになりましたよって伝えてもらいたいなと思います。それでは今日はこの辺で、またお会いしましょう。